ヌールッィィン・マフムードはシリア等を支配したセルジューク朝系のアタベク政権であるザンギー朝の第二大君主。アタベクイマードッディーン・ザンギーの子で十字軍国家やエジプト、ダマスクスと戦い領土を広げイスラム勢力の統一を図った。ヌレディン、またはヌールアッティーンと表記されることが多い。十字軍側の資料ではノリディナスなどと称されていた。名前の語義は宗教。 信仰の光を意味する。1146年、父のサンギーが暗殺された後、その所領をオニー・サイフティーンと分割し、西半分のシリアを得て、アレッポの大使となった。イスラム勢力の結集を図り、アルトゥク朝継政権やブーリー・アサと同盟を結んで、アンティオキア公国や、所領奪回を目指す、エデッサ博をはじめとする十字軍と戦った。ブーリー・アサとの同盟の際には、 ブーリー・朝のウヌルの娘、イスマトゥッティーニ・アーミナがヌールッティーンにとついでいる。1148年に第二回十字軍が襲来したが、彼らはエルサレム王国と親しかったダマスカスを攻め、ヌールッティーンとダマスカスを接近させてしまった。第二回十字軍が成果を上げず撤退した後、アンティオキア公国の所領の大部分を奪い、イナブの戦いでアンティオキア公霊門を捕らえて処刑した。 その後、エデッサ博も捕らえられ、ヌールッィィンの支配は安定した。1154年にはダマスカスもザンギー朝の支配下に入り、シリアの大部分を支配下に収めた。1164年頃まで十字軍勢力と戦う、傍ら、東ローマ帝国のマヌエル一世と同盟し、ルームセルジューク朝のスルタンと争った。アナトリアのルームセル獣ク長とは対立することが多く、 1173年には、クルチアルスラーン2世の領地の総資権を認めるカリフからの少々彼の最償が持ち帰っている。クルチアルスラーンが、東方進出を図るようになると、当時スイバス、マラシュ、マラティアなどの東アナトリア一帯を領有していた、セルジューク系、アミールの家系であるダニシュメンド町をめぐって争った。1173年にクルチアルスラーンが、 マラティアへ進行すると、ヌールッティーンはマラティアの領主であった、ダーニシュマンド家のズンヌーンを講演して、軍を派遣。タウロス山脈で、ルームセルジューク長軍の退路を断って、これを包囲した。クルチアルスラーンは、ヌールッティーンが提示した、講和条約を結ばざるを得ず、ルームセルジューク軍は、捕虜となって、タウロス以前まで退却させることとなった。ヌールッティーンは、 ボツ島でマラティアに自軍を駐留させ、ワズイールを派遣してこの地域の監督と防衛に当たらせた。エジプトのファーティマ朝がエルサレム王国の攻撃を受け、支援を求めてくると、彼のクルド人将軍シール空フをエジプトに派遣した。1169年にはサラディンがエジプトの最小になり、これを完全に支配下に置いた。しかし、サラディンは事実上自立し、 1171年、1173年のヌールティーンの十字軍領攻撃にも参加せず、帰ってエルサレム王国が両勢力の干渉地帯として存続することを望んだ。1174年にヌールティーンはエジプト遠征の準備をしていたが、5月に熱病にかかり死亡した。彼の息子が後を継いだが、1185年にサラディンのエジプト政権に併合された。 ヌールッティーンの建築したマドラサイルサレム攻略や第三回十字軍との戦いによりイスラムの英雄としてサラディンが有名だがその基盤はヌールッティーンが作ったと言ってよい。容姿探麗かつ勇敢な戦士で戦場では弓と矢筒を二組身につけ率先して前線で戦ったと伝えられている。またアレッポ、ダマスクスなどのヌーリーヤ学院は彼の創設したもので セルジューク朝のニザーミーア学院と並び、シリア一帯における、ハナフィー法学派などのスンナ派教学の進行に、大いに貢献した。モスルの光のモスクモヌール・ティーンの命による、建築であると伝えられる。柳谷歩美、残儀朝に政権分立期の研究、モスル政権の動向から、四学、七十一から二点三。二千二年、佐藤継高。 イスラームの英雄、サラディン講談社学術文庫、2011年、ネズユキオ、ビザンツ原営の世界帝国講談社、1999年、アミンマールーフ、アラブが見た十字軍チクマ学芸文庫、2001年、アスブリッジ、トーマス、ザクルーセズミジット、ソングル、ザラムサルックス、イブンアルアサー、DS リチャーズ役、ザクロニクルオブ、イブンアル、 アサーフォーザクルーセディングピリオドフロムアルコミルファイエルターアーイケッチパート2ありがとうございます